皆さんこんにちは。 JCD 参上委員会の松田と申します。これからですね、昨年開催された第17回プロダクトアワードの準グランプリを受賞した、商品を、ご紹介させていただきます。プロダクトアワードとはですね、参上委員会の製品システム技術などを、正会員の投票により5部門に分けて、審査いたしまして、1次審査、2次審査として順位を決定するアワードです。まあ、自社総菜をアピールする場としてはですね、この上ない貴重なプラットフォームかなとは思います。まあ、その中で、準グランプリを受賞されたアダルさんの砂丘という製品を紹介いたします。では、ご担当者の方よろしくお願いいたします。はじめまして、株式会社アダルの中村と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速ですが、弊社の、ブランドのイメージがわかる、まずは動画の方から流させていただきますので、ご視聴いただければと思います。はい、視聴ありがとうございました。ここから、先にまず私どもの会社の方の概要を説明させていただきたいと思います。じゃあこちらよろしくお願いします。
株式会社アダル吉森です。我が社はですね、昭和28年3月に71年目を迎えた会社でして、従業員が260名、事業内容としましては、ここにある、業務用の家具のメーカーでして、卸し、これは別注の商品、商業施設とかでですね、活用している会社です。営業拠点も福岡本社で、北は札幌、南沖縄まで第13拠点がありまして、東京と福岡の方にクリエイティブプレイスというショールームを一つ構えています。で、工場は福岡の方にございまして、全国にデリバリーをしていくという感じです。今回、JCD の、プロダクトアワー準グランプリをいただいた方が、その後ろの方に、こちらにずっと展示されてますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。で、右側の写真ですけども、3番目が総合工場、令和3年に建てまして、まさにコロナの中建てまして、作るものが本当になくて、休業補償をもらいながら、本当は皆さんにお披露目をしたかったんですけども、コロナということで、機会を逸しまして、今ではですね、だいぶ復調しまして、もう今作ること、大変、作るものが多くて、残業で重ねています。で、その下が、このイグサの方、商品が載っているもの以外で、総合カタログと、アッティックというブランドの家具、こちらちょっとオフィスに特化したちょっとハイエンドなカタログで、もう一つがケアキュアということで、医療関係をまとめたカタログになっています。今回はケアテックスでこの商品をですね、一部ラインナップ並べて展示させてもらってますので、ぜひ興味のある方はケアテックスの方に足を運んでいただければと思います。会社の説明は、中村君、よろしくお願いします。ありがとうございます。今吉本の方から説明させていただきましたが、私は業務用の家具、レストランとかホテルとかですね、の家具をメインに作っている企業なんですが、今回受賞させていただいた商品に関しましては、こちらの、ルックインティネイチャーという、ブランドの中の、商品の一つになっております。一番最初に見ていただきました動画は、こちらのブランドの、イメージの動画という形になります。このブランドで、私たちがこう目指しているものとしましては、古来から日本人の生活とともにあったイグサの持つ高い機能性、あとはモダンなインテリアとも、親和をするようなデザインを併せ持つ日本初の、世界に向けたサステナブルブランドを目指して、2019年にブランドとしては立ち上げます。で、実際今回はシェードロングという商品が受賞させていただいたんですが、それ以外にも、ベンチだったりとか、あとはサイドテーブル、パーテーションで、変わったところでいうと壁掛けの、シルクとミラーとかですね、さまざまなその生活に馴染むような、プロダクトを展開しており、今後も、こちらを拡大していきたいなと思います。で、そもそも今回のこちらのブランドが、国産のイグサを主の素材として展開しているブランドなんですが、なぜそもそもそのイグサというのを家具で使ったかというところなんですが、実はですね、その日本のイグサ産業は、中国産 その輸入イグサの影響とか、あとはもうその生活スタイルですね、やはり昔は和室があって畳がある部屋が主導だったところ、やはり昨今のフローリングだったりとか、さまざまな素材が出てきておりまして、その影響を受けまして、畳表の出荷量がですね、ここ30年で約20分の1まで減ってきているそうです。で、それに付随して、30年前までは約3000軒あった、イグサ農家の方たちが、現在は300軒を下回っているような現状という話を聞きました。で、イグサ自体はその日本では、1000年以上の歴史を、持つ産業として、引き継がれてきたんですが、その今後の存在がちょっと心配になるほど その縮小問題ですねを抱えているということを話に聞きまして、私たちもその、福岡の会社なんですが、九州がイグサの産地ということもあって、そのイグサを使った畳の需要が年々減っていく中で、このいい素材をですね、どうやってこう皆様に広めるべきかなみたいな、広めることができるのかなというのが一番最初のスタートで、すごく特徴的だった話がですね、その伝統工芸品としてその畳をしていきたいわけではないと、
イグサ農家の方たちのように産業であり続けたいという思いを、イグサ農家の方からお聞きして、じゃあ何かこう私たちも一緒にできることはないかなということで、ブランドは2019年なんですが、実際は2015年くらいからイグサを使ったプロダクトというのを、開発を始めてきました。でこのルックイントゥネイチャーというブランドでですね、その家具やデザインだけではなくて日本のイグサの素晴らしさということも、私たちなりにこう伝えていくことができるんじゃないかなという思いを込めて、イグサというのを今市の素材として作らせてもらっています。で今日実際そちらに砂丘という受賞させていただいた商品を置いてますので、ぜひ皆様そのイグサに触っていただいて、少しと匂いも感じていただいて、肌で感じていただければ、そのイグサの素晴らしさというのも体感していただけるんじゃないかなと。でちなみに具体的にその何が優れているかというところでは、大きく機能面で優れていることがありまして、皆さん畳のお部屋とか多分、まあ、もちろん聞かれたことあると思うんですけど、なんとなく心地がいいっていうイメージを持たれる方多いんじゃないかなと思います。でこれはまあ実際私たちがそれをいろいろ体感してイグサの機能を調べていって分かったことなんですが、イグサにはすごくその、機能がふんだんに詰まってまして、一番目にまずは優れた消臭性、匂いを吸い取ってくれます。イグサって一本一本線に見えるんですけど、実際は中が空洞になっていて、その中にこう匂いを閉じ込めたりする効果があります。で特にアンモニア臭と呼ばれるものも汗だ、で人の体内から出るような匂いに関してはすごい、消臭機能の実施が発生しています。でさらにはそれが20年経っても変わらないと言われてますので、まあ、自然の空気清浄機役割を果たしております。で次に、挙げられるのが湿度の調整機能ですね。部屋の湿度を快適化という記載させてもらってますが、湿度が高いところでは湿度を吸ってくれる、湿度が少ないところではその湿度を出すという作用をしております。でこれはその特にその日本が、四季でその湿度が高いとか、まあ、冬は乾燥しているというような、国であるから、よりですねその環境が安定した快適な空間というのを、感じていただく。あとは匂い、やはり私たちこのブランドを展開していると、イグサの匂いをお客様に嗅いでいただくことが多いんですが、皆さんやっぱり、あ、懐かしい匂いだねとか、あ、落ち着くねって言っていただくことが多いんですけど、実際にエビデンスも出ていて、リラックス機能を高めるというような効果もあります。さらにですね、まあ、そのイグサイコール畳というイメージがやはりすごく日本の方ではついているんですが、実際イグサというものは、一本一本、草を染めていて、その草をどのような形で編むかという編み方のパターンが、何十種類もあって、その2つを組み合わせて表現することが可能です。今実物のサンプルも、お配りさせていただいているんですが、実際その畳というイメージだと結構緑とか、あとは色が褪せたような色味を表現される方も多いかと思うんですが、ここに展示している商品も、黒を基調に作っております。で実際にその畳というよりもそのイグサというものを使って新しい編み方をすることによってさまざまな表情ができたり、あとはその柄を入れたりですね、格子柄を入れたりとか、さまざまなパターンがこうできることがこのイグサをやり始めて分かったこと、奥の深さをどんどん今感じていっているところです。でイグサの素晴らしさというその素材自体の素晴らしさが今お伝えさせていただいたんですけど、やはりいかにこう素材が良くてもそれを角度して私たちデザインに昇華していかなきゃいけないので、すごくこれに関しては数年悩みをしてました。インハウスのデザインでやったりとか、あとはいろいろ展示会に出して皆様の声を聞いたりとかさせていただいたんですけど、まあ、この今立たせていただいているデザイナーさんとの出会いがすごく私たちの今回のプロジェクトの運命を変えたといって過言ではないのかなと思います。このデザイナーの名前ミライル・ベルトメッカ、まあ、英語読み、ドイツ語読みにちょっと変わってくるんですけど、彼とですね、2019年に私たちがミラノの方に出展した時に弊社のブースに、たまたま来ていただいて、でこのイグサという素材の、可能性だったり素晴らしさということにすごくこう共感をしていただいて、日本に戻ってきて2年ぐらいかけてですね、やっぱりこうコラボレーションを一緒にしないかというオファーをいただいてました。でこの方は実際に、世界でさまざまな賞を受賞されていて、日本だとよく見るのがクリストリアというメーカーのエレファントチェアという樹脂製のチェアがあるんですけど、そちらのチェアをデザインされている方です。でエレファントチェアは実際まだミラノでも展示が続いているような商品で、世界的にも名のある方ですね。
で今回この受賞させていただいた商品が、商品名砂丘、左上にあるんですがアルファベット文字で砂丘という文字にしております。で、まあ、砂丘っていう言葉自体日本の方はこう聞きなじみがあるのかなと思うんですけど、どのようなイメージされますかね。イメージ湧く方いらっしゃいますか。うちの社員以外鳥取砂丘、そうですね、日本だとやっぱりメジャーなのは鳥取砂丘とかになってくるかなと思うんですけど、これはその先ほどのデザイナーのミハイルさんが実際にサハラ砂漠を旅した時の景色からインスパイアを受けたというようなデザインになっています。ここの丘の波がこういった感じですね。で自然がこう作り出す砂の丘 この美しいラインをいかにシンプルにこう表現をするかというのがこの商品の最大のポイントで、そのシンプルでミニマムなデザインというのがこの商品の一番の特徴になっております。で弊社のイグサはですね、そのコントラクトの市場の耐久性にも、意識を向けてまして、通常の畳表よりも細かい編み方をしているのが一つの特徴です。これ実際あの拡大の写真なんですけど、実際見ていただければその畳のイメージよりもだいぶ幅が狭い、編み方になっています。でこれによりさらに細かな表現をすることが可能となりました。でこちらはちょっと余談なんですが、この砂丘という商品、実際の JCT さんで準グランプリをいただいたんですが、それ以外にもイタリアのアーキプロダクトのアワーズ2023でウィナーを受賞させていただいたり、最近ですとドイツの IF デザインですね、のデザインアワーズの2024年の受賞で入賞という形で、その他のアワードでも評価をいただくことができています。イグサという商材だけではなくて、この商品としての素晴らしいものができたなと私たちも自信を持ってご案内をさせていただくことになっています。で次にまあこう目指しているものというとあれなんですけど、今年の4月ですね、ミラノの方でやってミラノサローネの方の出展も決まりました。で2019年からこうフォーリーの方、ブレラの方とかスーパースタジオとかミラノ市内の展示の方はしていたんですが、今年やっとそのミラノサローネというメイン会場の方ですね、のホール14の方で、ブースを持つことができましたので、そちらでこの、砂丘のシリーズだったり新商品の展示もさせて以上で私どものこのブランドと商品の説明をこう終わらせていただきたいと思うんですが、まあ、改めて、このような素晴らしい賞とですね、機会をいただいて本当に心から感謝しております。ミラノサローネに出展できたことも素晴らしいことなんですけど、まあ、私たちはイグサを広めるということをやはり使命には置いてますので、そちらも、引き続きですね、変わらず突き進めていただけたらなと感じております。ありがとうございました。海外デザイナーの、ミハイルさん、はい、このコラボをということなんですけども、はい、まあ、開発するには大変ですね、はい、ちょっと大変だったと思うんですけども、海外ともやりとりで、うん、基本となるコンセプトっていうのはどういったところなんですか。私たちのこのリックイントゥーネイチャーっていうのが、まあ、自然を重視して自然からこう学ぶっていうのを最初にターゲットブランドに挙げておりましたので、リアルともこう話をしたのはその自然の中にこう私たちの方がどう溶け込んでいくかっていうのが一つポイントという話をさせていただきました。それから、日本の生活空間と、あとはその海外の生活空間ですね、を踏まえて、その生活環境にどう馴染むかっていうのが一つ大きなポイントだと思います。まあ、アダラさんというと、業務用家具が専門だと思うんですけども、今回のこの砂丘ですね、私が思うには業務用というより個人、B2C の方がターゲットじゃないのかなとちょっと感じてるんですけども、その辺いかがですか。もともとの販売先のターゲットとしては最も意識したのは、ホテルマーケット、まあ、海外でビラと呼ばれるような場所ですね、まあ、富裕層の別宅マーケットみたいなところを最初はイメージしました。なので、まあ、そういった施設を手掛ける建築家さんだったり、あとはインテリアデザイナーですね、あとはエージェントを介して今は販売プロモーションをこうかけている状態です。で日本に関しましても、同様で、まあ、日本に関しては少しワンモダンを意識してインバウンドをターゲットにしているようなホテルマーケットが一番有力なターゲットかなと。分かりました。この砂丘ですね、この商品の一番 そのセールスポイント特徴というと何を挙げられますか。先ほども少しお話をさせていただいたんですが、その素材の魅力を最大限に出す、かつフォルムは極力ミニマムでシンプルですというところですね。で実際現物後で見ていただいたら分かるヘッドレストがついているが、あれ
マグネットでこう取り外して動くようになっているんですよね。でそれもやはり留め具などを一切表に出さないというようなデザイナーからの要望があって、こうなおかつその体型に合わせた微調整ができるようになったのを、一番の特徴としてちょっと個人的にですね、これ家にあったらいいなと思ったんで、ありがとうまあ自分で買える価格かどうかちょっとその辺価格と、もしあの購入したい方がいらっしゃったら、あの、はい、どちらに、ね、連絡すればいいのかということをお聞きしたいんですが、価格は日本市場に関しては、定価ベースで60万円の価格帯を設定しております。で販売自体は私たちはもう量産して販売をしてますので、弊社アダルお声掛けをいただくか、あとは、販売代理店としては今まだあのプロジェクト日本は代理店を立てていないので、直接私たちの声掛けいただくのが今一番早いと思います。ありがとうございました。この砂丘についての商品、ちょっと質問がもしあれば、あ、どうぞ。ありがとうございます。すみません、貴重なお話ありがとうございました。単純にその砂丘についてっていうところなんですけど、例えば、こういう展示会では見れます。だけどそれ以外でも購入検討する際、実際物を見たかったしたいと思うんですよね。でそういう時ってどこに行ってら見れるのかなっていうのがまずと、はい、もう一点がミラノの、はい、出展された時に、はい、日本人はその匂いとかそういったもので癒されるとかっていうところがあると思うんですけど、海外の方の、あのなんか反応はどうやったかなっていうのをちょっと見て聞かせてもらったと思います。すごくありがたい質問、いい質問ありがとうございます。現物に関しましては今、常設展示しているのは弊社の福岡本社の方で常設展示をしております。あとはですね、各種イベントで、まあ、例えば東京とかでエルデコデザインウォークだったりとか、まあ、デザインウィークのタイミングには弊社の東京の商品を展示をしたりとか、あとはこういったビッグサイトの展示会場にも、展示をしているのも多々あります。であと匂いに関しましては、これすごく僕らも面白いなって思ったことなんですけど、2017年に一番最初イグサの家具をミラノに持っていた時は消臭効果があるよって話を海外の方にしたら、いやいやこれが臭いじゃんって言われたこともあったりして、まあ、日本の方はその、ね、先ほどおっしゃったようにその懐かしいとかリラックスって言ってる、海外の方はそうじゃないのかなって思っていたんですが、その後2019年、20年とこう出店を続けていったら、逆にグッとスメル、いい匂いだっていう声がすごく多くなって、それをまあいろんな方にこうお話を聞いたら、やはり海外の方でも自然素材を一緒に暮らすっていうのは文化がもともとあった、まあ、遠浴だったり朝だったりとか、なのでまあ一定数の方はそちらの需要もあって自然の素材これがいいんだって言われる方が多くて、まあ、なのでその2017年にはいって言われたことが本当に未だにちょっと私の方だけだったのかもしれないんですけどね、まあ、昨今はおおむね好評ですね。ありがとうございました。他に何かご質問ございますか。ないです。中村さん、何か言い忘れたとか、何かここもう一回お話しされたいとかあればいいですか。はい、うちの吉本が多分あると思うんで、あ、よったらまたすいません、あの、当たるんでしょう。この左下にある楽水っていう店なんですけど、これ本当にアイキャッチで、その椅子としても何だろうなと思われるんですけど、去年ですね、十勝の静寂号という旅館さんで、あの全部40部屋ぐらいが、まあ、富裕層の旅館なんですけど、ここ全部このイグサの家具を入れていただいて、先日そこの社長と会いまして話をしたら、トヨタ、あのトヨタのトヨタ会長が、あの執行部、あの役員とかを連れて50人で1週間貸し切って会議をしてくれた。それはすごいねということで、マスコミをシャットアウトして、だからまあちょっと隠れ家的、ちょっとあの研修施設みたいな形で新しい視点でね、あのそういうで、またその使われた方々がこれはどこで作ってるのということで、まあ、そういうことで家具たちが PR をしてくれてる、あ、そういうところで使ってるんだねということで、
我々営業いますけども、こういう我々がプロダクトを作って置いてあるところに、きっかけがあったりとか、で我が社あのアダルってシールを貼ってまして、それを見ていただけるとあそこで見たよなんていう情報をいただきたいな。だから、まあ、家具たちが営業してくれてるということで、私たちは機関紙を作ってまして、働く家具っていう機関紙を今20冊ぐらいは作って出したんですけど、まさに家具たちが働いてくれる、まあ、飲食店がうちは多いんですが、飲食店で働いてるのは家具なので、その家具たちがやっぱり利益をもたらしてくれるということで、一席なくなったらその日のね売り上げも下がるということで、とにかく家具たち、可愛がっていただきたいなということを最初にお伝えしたかったと思います。ありがとうございました。そろそろ残り時間少なくなったので、ちょっとこれ終わりたいと思うんですが、まあ、ちょっと自分なりにですね、このイグサっていうものを改めてちょっと調べてみたらですね、消臭効果、抗菌効果があると、まあ、先ほどご説明あったようにですね、出てきたので、また調湿効果もあるっていうのは、これちょっと初めて知りました。まあ、その昔の人はですね、草履をイグサで作ったりとかしてたんで、もしかしたら水虫の予防のために効果があったのかな、草履っていうものが。そんな気がしてました。まあ、素材にですね、こういったリラックス効果のある素材を使ったっていうことで、この砂丘っていう椅子はまさにそのいぐさが大きな魅力なのかなっていうふうに思いました。だから、審査員のコメントにもあったんですがね、いぐさのその染色ですね、黒くてかっこよくてシックでモダンだと、和風なのにモダンだという意見もありまして、また耐久を選ばずにですね、しっくりとなじむ設計が素晴らしいということで称賛されております。以上をもちまして、吉本さん、中間さん、ありがとうございました。以上をもちましてですね、プロダクトアワード準グランプリ、アダルさんの砂丘のご紹介を終了させていただきたいと思います。皆様ご清聴ありがとうございました。